なんかね、海みたいな、東京湾みたいなね、もう見えたんでね。こんにちは、親方です。時を持った10人の相手を全員ボコボコにした。そうね、先日ね、言ってたね、渋谷にね、行ったんだよね。前回ね、スルタントンご紹介したんですけどね、今日は渋谷スカイっていうのかな、上の方からね、景色が見れるところで、そばになってね、まあ、別料金になるんですけどね、そちらに行ってきたんでね、その模様をお送りしたいと思います。お送りいたします。今日はね、綺麗な夜景も見れますんでね、お楽しみください。夜景が似合うな。 VTR スタート。ちょうどね、夕方ぐらいに行って、5時ぐらいだったかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、行ってね、でもう昼から夕方、夕方から夜みたいなね、感じのところをね、見れたんでね、ちょうどよかったですよ。なかなかいい時間帯に行ったじゃねえか。こちら見てくださいよ、これ。エレベーターなんですよね。エレベーターの中の天井なんですけどね。面白いですよね。これいいやん。実に面白い。福山カッツーの。なんてね。なんてねじゃねえぞこの野郎。このクソ忙しい時によ。お風呂と光よね。ちょうどね、登り終わった時に着いたぞみたいな感じでね。ちょうどね、夕方なんでね、まだ明るいですけどね、エスカレーター登って、素晴らしい見晴らしですね。なんかね、海みたいな、東京湾みたいなね、もう見えたんでね、東京湾かどうか知りませんけど、いい感じすぎるからってね、なんか海っぽいね、見えますね。夕方になってきてね、何とも言えないね、綺麗さがありましたよ。みんなね、あの夕日をね、パシャパシャ撮ってる人がね、多かったですよ。でね、事前にね、チケットをね、買っておいたんでね、ちょっと料金を忘れちゃったんですけど、飲み物を1人2つで、おつまみが1つずつとね、選べたんでね、私はジュースをチョイスして、大丈夫かおい、ジジイなんだから無理すんなよ。いい見晴らしですよこれね。まあ、もちろんね、まあ、目の前はガラスなんですけど、上はね何もないでね、まあ網がありますけどね、まあこういい感じのこう空気ですよ、空気感というかね。50分だったかな、時間50分ですけどね、これは心地いいかもしれんな。なんかね、おしゃれなライトも、まあ季節的でもね、寒くもなく暑くもなくといった感じでね、おしゃれに乾杯ですよ。なんか飲み物がジュースのくせに酒飲んでるみたいでかっこいい風になってるな。分かんないですよね、ジンジャールみたいなのはね、ナッツですねこれはね、ナッツとチョコ、カラフルなチョコですよ。大きいマーブルチョコレートみたいな感じですかね。M&A チョコか、洒落た飲み物だな、ほんとな。
これ一気にね暗くなってきてね、これ見てください。なんかね、青からね黄色に変わるみたいな瞬間があるんでね、これです。一気にね黄色になって、これこの撮影の方法はね素晴らしいでしょ。これ色が変わるみたいなね、マジックですよ。まあどうやってなったかは知りませんけど、偶然なんですけどね、ちょっとおしゃれですね。偶然なのかやけね、確かにかっこよかったな今の。中止久しぶりより輝いてたな。やっぱ夜になるとね、あれは新宿のねなんとかタワーですよ。あれ誰がスカイツリーですね。で東京タワー、まあ良かったですよこれ。あとこれ帰りね、中の様子なんですけど、いろんなね画像が壁に映されてました。いかがだったでしょうか。なんかね、私もね夜景とかねそういうのねよくわからないんですけど、やっぱりたまにはねああいうとこでちょっとねジュース飲んでね、おつまみ食べて景色を眺める、こういうのもねいいんじゃないかなと思いました。まあ、また来週はねちょっとねご飯でもねやろうかと思ってるんですけど、よかったらねまたご覧ください。よかったらねコメントの方もね、アンチコメントとかでもねいいですからね、いただけると嬉しいです。お前バカじゃねえかとかね、ジジイ何やってんだなんてね、ボケてんのかなんてね、いろいろなんか言ってくれてもねいいと思うんでね、よろしくお願いします。ダクロちゃんかわいい、でも大丈夫ですよ。ではまたお会いいたしましょう。Bye.